ケトークラジオ、はい、第19回目バスケトークラジオを始めさせていただきたいと思います。今日は飲むぞ、よっぱげトークラジオ頑張ります。新一郎岸と、ビールも好きです、何でもお酒も好きです、はいと、運転中ボンネットからスズメが出てきた、どうです。マジか、ちょっとそれ取り、それ一番いじりしたいわ。何なの、それ順番書いていいですか、先にトモさんからいじって、うん、どうなんしたん、いやいやこれね、うん、いや分かんないんですよ、ボンネットにおったんかどうかもちょっと不明なんですけど、うん、北区から、うん、長田方面に走ってまして、スズメ、スズメ、そうそう、兵庫あたりでね、うん、信号待ちしてたんです、うん、で信号変わってさあ行こうかって言った時に、うん、ボンネットからひょろって出てきたんですよ、だって別に開けてるわけじゃないのに、でこれよう考えるときっとね、信号待ちでスズメが車に降りてくるってないと思うんですよ、ないと思う、多分から出てきた、飛んでるスズメがボンネットに降りてくるってことはないと思うな、信号待ちでね、今から出てきたんですか、そうそう、でね、うん、でまあ僕スズメの生態を知らんけど若干ちっちゃかったんで、まあ子供やと何気に思ったんですよね、うん、で、あどうしようって思ったんやけど、もう信号は青に変わってもたから、うん、もう走るしかない、うん、しかも43で走ってますから、うん、止まれないね、43で、うわわ最初ね、スズメ踏ん張ってたんですよ、その風に負けず、うわ、え、この子飛べないのって思いつつ、うん、まあ、だんだん50キロ、60キロなっていたら飛んでいきました。あー、そうなんや、あれ、オチが飛んでいって、飛んでいきますよ、だって保護できないですから、もう走ってますから、それもスズメの形も普通のスズメ、あ、そう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 、だからそのスズメがどこのスズメかわからないんですよ、もしかしたら家からね、ボンネットに忍び込んで、うん、そう、いや、これ連れて行っちゃったのか、そうですね、でこれホマスでいつも思うんですけど、言いますけど、これはあれじゃないんですけど、なんか虫とかってね、じゃ車にちょっとたまたまひっついてどっか連れて帰ったら、えらい移動距離でしょ、あれって言ったらすごいことですね、いつも、だからもうそのスズメだってまた帰れるかっていう話でしょ、そうね、そういうことを思うと車って乗ってるとあれですよね、そうですよ、さっき言っていいですか、私のじゃちょっと話したんですけど、はい、私は今日久しぶりにトモさんとキスさんと飲めて、自粛しとったからね、車やからね、あーはーはー、今日は違いますか、何ヶ月ぶりですか、でもトモさん、私のあのちょっといろんな謹慎期間を謹慎か、そうだね、3ヶ月以上ぶりに、ね、こう3人でリスナーの皆さんも結構あれ今日の愛ちゃん違うじゃねみたいな、じゃやっぱね緊張するんですよ、だからそれはやっぱり、うん、ね、今日はあ、ごめんなさいね、大丈夫です、はい、すいません、いや別に私はお酒のあれですけど、いや、うん、久しぶりに3人で飲めて楽しいな、あ、うん、僕らも楽しいですよ、うん、僕らも楽しいです、3ヶ月以上は来ましたね、うん、その気づけば、うん、っていうふりでした、はい、岸さんはあれ酔っ払ってる、酔っ払い、いや今日はね、酔っ払っていいんじゃないかな、つってつってちっちゃかったあれ、つってがまだ出るってことは前回からの続いてる回がバレバレですけど、うん、つってできますか、いや流行らそうかと思っていや本当にね、今日はオープニングからこうバーンって言いましたけれども、はい、お酒飲んでもいい日もあっていいんじゃないかなっつっていいんじゃねえのたまには、なぜなら、はい、なんで今日お酒飲んでいいんでしたっけ、トモさん、なんででしたっけ、アイちゃん、なんででしたっけ、今日は岸先生が迎えに来てくれたから、ね、おっ惜しいね、あれ今日ね、岸先生初期でへこんでるんですって、うん、そうあちょっと待って、だけでもう一回いいですか、うん、今日は岸先生が初期でへこんでるって、うん、だから励ます意味もあって飲んでよしの会、うん、ちょっと違うねえ2行頑張って喋ったのに違いました、うん、え、一応ですが週の中日火曜日ですけど、みんなで楽しくたまには飲もうっていうのがいいでしょ、あ、もっと違うなんかあったハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、
ハッピーバースデーディアアイちゃん。え、私ですか？ちょっと待ってくださいよ。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。ちょっと、フライングっつって、実は28日誕生日だっつって聞いてましたけどっつって、でも、今日は収録日25日だっつって。あれ、本当になんで私の誕生日してますか？おめでとう。本当？あれ？おめでとう。ちょっと待ってくださいよ、これ私が説明するべきですか？ちょっとイヤホンをまず取ってしまった。イヤホンちゃんとつけといてよ、ね、ささやかっつって、二十歳の誕生日だっつってあえてろうそく頼まなかったっつって本質が分かんなくてうるさい。お前いいんですか？びっくりした。ちょっと待ってください。なんでトモさんときさん私の誕生日を知ってるんですか？僕は知りませんでした、すみません。トモさんですよ、トモさん。やっぱちゃんとね、リサーチリサーチすごいよ。びっくりした。いや、これはね、ちなみにトモさんですよ。今ね、リスナーさんに説明すると、あのお花とケーキ3つ、そして愛ちゃんの涙が2つ来ましたけどね。いや、私からもねちょっとあるんでね、こっちちょっと持ってこさせてもらいたいと思います。この一人で、あ、来たマイクの前に一人で私はどうしたらいい？あれ、ちょっと待って。ちょっと待って、大丈夫ですっつって、騎士隊長からっつってちょっと待ってくださいよ。 それはあかん。騎士隊長からはね、あのフランスのワインをちょっとね、いや用意させてもらいましたんで、した、今日はプリプリ飲んでもらいますんで。ありがとうございます。おめでとう愛ちゃん。いやいやいや、仲間やなみんな。ちょっと今一人にするから、ちょっとだけ喋っときや。ちょっと今もう多分な、ともな、あのワインウォークなんです。この状態すごいな。マイクの前に、いつも3人で座ってる岸さんとともさんがいなくなって、一人呆然と、おかえりなさい。マジっすか、これはすごいびっくり、嬉しいけど、ありがとうございます。よし、だから今日はね、飲んでいいんじゃねえ、思いっきりっていう回。びっくりした。でございます。ちょっと私写真撮っていいですか？いいですよ、もちろん。また写真ばっかり。まあ、あの写真撮るほどのケーキでもないんですかね。写真撮るほどのワインでもないんですけどね。でも、まあ、アラフォーいらっしゃい。言うたようこそアラフォー。アラウンド40になるわけですか？アラウンド40な、いやでもまだやな。でも嬉しい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。ポンつってポンつって嬉しい。いや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 、今はね、ちょっとこの白ワインをね、はい、開けさせてもらいましたね。アイちゃんどうぞ。はい、あれ、もうちょっと入れてからでしょ。ほんならカメラ用意しといてよ。ほんならここ入れとくからね。超嬉しいです。言いようがない、ありがとうございます。やん、誕生日びっくりした。私チョコレート好きなんですよ。あ、そうなん、よかった。嫌いやったらどうしようか思ったけど。とんでもない。3種類にするか一緒にするか迷う。よし、撮ったな。今回はカメラ貸してみ、カメラ。これはさすがに、あ、タイマー撮れんの？撮ろう撮ろう。ちょっとたっぴー、こむしここ来る？そうですね。で、アイちゃんここ座ってな、ここに。あ、はいはい。ここ、これか、真ん中これか。挟む？挟もう。美男子で挟む？美男子で挟む。イケメンで挟んじゃうっつって、これ絶対こぼすっつって吸ってしまう、すげっさーっつって。でもほんと、いやほんと、はい、はい、設置して。言いようがない。ここですか？ちょっと待って。さっきどないしてたの？さっきここない。そっちから、そこやろ、やっぱり。いや私はもういいや、誕生日の日なんか、こいつなんかもういいや、ありがとうございます。3日
たいなね、当日は大事な人がおっつってね、大事な人何が、あそういうね、誕生日当日はやっぱ大事な人がっつって、あそれスライド入っていいですか、はい、この間入ってよ、ね、え、でもはい、じゃあ先にこの間走ってくる前に言うとけど、うん、絶対にこぼさないで、しかも膝、この10秒の間にケーキを膝に抱えてグラス持つまでしたいんですよ。 OK、 いや大丈夫撮ってるし完全に盗撮したよ、でも本当に俺ちょっとこれを撮ってからちゃんとお礼を言います、ありがとうございます、あ、行きますよ、はいよ、大丈夫大丈夫、ここ通るよ、ここ通るよ、これ見せたい、これ見せたい、ルネッサーす大丈夫かね、はい、確認確認、もう終わっとうから、はい、確認、まあ、カシャで言うても、カシャで言ってやるっけ、それで時間が早いんだから、美味しいちょっとありがとうございます、あ、今ちょっと主役がモザイクだけど、あーでも嬉しいな、仲良さそうに、あーいいじゃない、あーいいや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 いや、自然自然、あー嬉しいな、ありがとうございます、どれを言っていいのか、いやいや、ほんま乾杯乾杯、嬉しい、本当に嬉しい、これからもよろしく、ありがとうございます、ね、ラクタロウさんもお祝いしてくれる、うーんと、いいはい、じゃあラクタロウさんもおるよ、おめでとうっつって、おめでとうっつって、いや、ありがとうございます、本当に、本当にうわ、嬉しいな、すごいスタートだ、これすあら、コモはすごいな、ごめんね、アイちゃん、マジで、うん、俺も全然忘れてたし、でも、なんで私大丈夫よ、よう気づくんだな、まあ、僕、夜のポイントが後で、でこの辺はぜひ入れてほしい、そういう、びっくりした、いやでも聞いたんだって、この私の好きなものばかり、これ何ですか、この子の、私これシャミを取らんと、すごいびっくりした、これはちょっといや、この、このたびの誕生日の私のこのね、テンションの上がらなさはやっぱ大きかったんですよ、こういうすごい上がりましたよ、予定ないっつってじゃあ予定無理から、こっち来いちょっと、その今の使い方正しすぎるよ、めちゃくちゃおもろいよ、うるせえなっつってもう予定うるせえなっつって、ちょっともう溺れるかなっつってなんか何も考えずに言ったけど、にわかに結構面白そうやな、バリヒミいてますよ、使いそう、そってか、どっからつって、いや嬉しいつってができました、ありがとうカキーンみんな知っとったらね、うわーとか言わずにカキーンつってそれは難しい、それはやっぱうわー言った方がいいと思います、いやいや、リスナーと言った方がいいと思う、そうですね、はいはい、うん、わー嬉しいな、ありがとうございます、ありがとうございます、この前の秋田とゴルフ行って、お、俺はその時にパコンってお辞儀するやんかほらとか言うやんか、めっちゃおもろい、あいつ天才やな、え、そこはあの2人のゴルフは突っ込まなくていいんですか、このお二人がいたゴルフは、いや僕ら行ってないから、僕だけ行ってないっつって全然行ってないっつって、あれおかしい、行きたい行きたいっつって、まあ、いらんこと言わんこってていうか、なんかそこだゴルフが練習できてへんからどうだこうだ言って、うん、なんかつって言ってないけど、あれ言ってよかった、うん、謝ってっつって謝れっつって謝れっつって怖い怖いっつってもうおかしいな、ケーキ食べよう、ケーキケーキ食べよう、嬉しいな、本当にありがとうございます、皆さんね、いやでもこのワインといい、ありがたい、35か、しみじみいた、ここでしょ、35なん、愛ちゃん、そうですよ、35っすよ、自分今レコーディング中っていうこと完全に忘れてるよちょっと戻ります、ちゃんとほんまにここまではちょっとカットで、うん、ちょっとでもちょっとじゃあ意識移動してからちょっと俺の気持ちを伝えるところから、うん、あ、来た、その後ケーキを食べたいっていうところから、うん、さっき食べますか、うん、止めてケーキ食べたい、うん、ちょっと止めようか、うん、
ここでちょっとリスナーさんにはちょっとだけ待ってもらってね。多分リスナーさん1秒ぐらいやけどね、ちょっと待ってもらってちょっとカットしましょう、まあ、カットつってえ、なんでこれ本当に私これつってがなかった、泣いてた、これは涙までの、本当にありがとうございます。つってね、すくわれた逆に。じゃあリスナーさんちょっとだけはしゃりますね、ここカットします。はい、あいちゃん帰ってきましたけど、はい、ひとしきり、まあ、ケーキも食べてありがとうございました。お祝い誕生日の、まあ、3人だけですけどね、とんでもない、まあ、と心ない、ね、ささやかですけれども、ささやかですけど、じゃあつってちょっとうまく使えないからちょっと保留しとっていいですか、はい、いや、じゃあ一言、本当心からお礼、本当ありがとうございました。いやいや、はい、好きなチョコレートケーキをともさんにいただき、好きな白ワインをキさんにいただき、何よりお二人に歌をいただき、3日後ですからね誕生日、あらほうやな思ってたんですけども、そんな吹っ飛んで本当嬉しかったです。ただ本当に本当にびっくりしました、本当に本当に嬉しかったです。もうね、そうやって言ってもらうとね、僕らもやったら嬉しかったね。いや、言葉がないんですけど、ね、ありがとうございます。以上に喜んでくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。でここで愛ちゃんが一曲歌います。はい。ちょっとメガネが曇るような無茶ぶり。決命石で味噌汁ボンバイ。ちょ待ってください。どうぞっつって。おかしいな、つっては復活してしましょうか、そろそろじゃあね、ねえ、だからね、今日はね、愛ちゃん、はい、飲んで、いいんです、飲んで、いいんです、いいんです、むむくーその変な擬音は、あ、読んでますよ、すごく。この白ワインも美味しいし、チョコケーキも美味しかったし、本当に。今ね、編集してる間にね、もう残り8分の1ぐらいで、白ワインね。だからその前にね、かなりハイピッチでいきましたね。あれですが、編集の間に、まずね、あの、チョコレートケーキ3つ買って、買ってくださったチョコレートケーキを食べ、美味しかった。歌わせて、白ワインを乾杯し、綺麗な花を目で、これね、またね、どう言ったらいいですかね、光よが私ピンク好きなんですよねピンク、このピンク主体の花が本当に嬉しいですね、目の前にピンクの花があり、超嬉しいですね、超嬉しいですね本当に本当にありがとうございます。いえいえいえ、すみません、この私事で時間を取ってしまう。いえいえ、笑ってるじゃないですか。いえいえ、ありがとうございます。時間返してよ。言った。本当本当にもういいお金ぐらいありがとうございました。さて、さて本題に。これだけめでたい日ですから。はいはい。空いたそうは、うん、今日は。うん、飲んでるアイタソです、はい、アイタソファンとしては、はい、そろそろ出るんじゃねえかっつって来るんじゃねえかっつって一人もいるかいないの、アイタソファンが一人もいるかいないの、え、何ですかそれ、期待されてちゃんと言ってから言うか述べてもらっていいですか、ちょっと、ね、イヤホンとマイクがもういかないから、よし、だからその面白メガネいらねえんじゃねあの、どう入ってるどう入ってんのちゃんと本ちゃんメガネですよ、お、なんとかそのモニタリングができるわけですかできてますよできてますか、はい、もうおかしいな、さてさてさて、今日はもう完全に今フリートークなんですね、もう自由な日です、です今日はもうね、愛ちゃん主体の、うん、私、なんで私ですか、うん、誕生日本当にいただいて、もう本当にアニバーサルティーティーだけど持ってアニバーサルティーコモティーコモティーコモティーいやね、あ、そうそうそう、うんうんうん、もうすぐバストラキャンプありますが、そうですよ、それちょっと告知しましょう、そうですよ、7月6、7、うん、ね、そうです、バストラキャンプありますが、ええ、これ、
前ね告知したと思いますが、ええ、反応がゼロ的な、でどうしちゃうのみたいな感じであります。うん、もう一度告知しておきましょうか。そうですね、うん、じゃあ私の方から告知していいですかね、はい、お願いします。7月の6日、はい、7日、はい、土日の土日で、バストラスタッフと楽しく語らうキャンプをちょっとやりたいなと思ってるんですね、はい、女子は80人来るんでしたっけ、美女80人でしたっけ、そうです、ね、90人でしたっけ、はい、アイタソのネットワークを使った友達、アイタソ友達美人独身ばっかり80人ですよね、はい、が来る予定になってるんで、ね、ヘッドフォンが、はいはい、うん、そんなことになってますよね。ぜひ6日7日、うん、来れる人は、はい、もうぜひぜひ来ていただいて、どうやってこう募集しましょうか。ちょっとねここで突っ込んでいいですか、私だけ思うこと、やっぱねフェイスブックとかしてると、うん、個人的に、うん、例えば毎週、うん、今週も聞きましたよとかメッセージくれる人がいたり、それから、うん、いいねをくれたりする人、うん、やっぱメッセージはやっぱなかなかしにくいんでしょうね。そうですよね。そこで、うん、私がキャンプを行きたい人にやっぱ勝手にこっちからメッセージするのもありかなと思いますね、はい、一緒に行きませんかとか言って、うんうん、と思います。はい、お願いします。私が、はい、ちなみにともさんはじゃあご家族と。そうですね、うん、はい、私はね娘が登場しますね。はい、確約が取れましたので、うん、岸家参加は、うん、新一郎とあかりの2名になりますね、うん、はい。伊勢の家はじゃあどうしたらいいかな。伊勢の家はお父さんお母さんと妹と愛ちゃんでしょ、4名でしょ。伊勢の家は、はい、友田荘と、友田荘は友田荘家族、奥さんっていうでしょ、はい、はい、娘2人、娘さん2人来るでしょ、今で8人じゃないか、うん、でからの80人の2乗たち、88、どんどん数字が上がってるから。いや、うん、そう、私の友達そうですよね。でこれね、キャンプ用品アドバイス欲しい人、うん、アドバイザーいますよと言ったにもかかわらず、うん、誰も反応ない、ちか、うん、さんどうなっとんねんと、ちかひろ認知度低いぞと、ちかひろ参加しないかな、ね、って言ってましたね。ねえ、拗ねてました。いやでも、うん、楽しみだ、やっぱそう家族好みの行事とかいいですね、すごいね。行きましょうね、会いたそう。今のところは本当に8人ですよ。ファミリーやから、うん、ファミリー、あ、8人、嘘か、会いたそうのお父さんお母さん入れたから、だからそのパパまで、でも私の、はい、今のところは、友家族が4人でしょ、はいはい、でうちら2人で会いたそう1人の7人です。会いたそうファンなんてさ、もうノーマークじゃないですか、アイタさん。ないない、もうだってね、俺たち家族テントで寝るでしょ、はい、僕も家族テントで、アイタさんもう野ざらしですよ、野ざらし、ね、テント一人やから全然いいです。テントないでしょ、アイタさん。あるん、持ってるん。テント僕貸しますよ。え、貸さなくていい。あ、そう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 、そっちの方がいいな。うん、その方が絶対いいって、共感、そんな、この脅迫が結構アイタさんの新しい未来を開くんじゃない。あら、あら、私でもね、つってそうですね、あいたそう、できたいね、寝る場所ないんだろっつって、でね、そこスルーするんだぜっつって、結構深刻に悩んでますよ今。何言ってみ、言ってみ悩み、うん、いやこの場で言えないですよ。いや、そうなのか、アウトドアが好きな、うん、自分を切り開こうみたいな、うん、アウトドアもともと好きじゃない。私好きですよ、超好き。でも基本的に切り開くとはどういうこと。恋人と行ったことがない。まあ別に恋人じゃなくてもいいよ、同性でも、岸田と友田と楽しませてくれるような人が、あ、そっちはもうそれだったら全然いいんですけどね。そうですよ、私はちょっと考えてたんですよ、やっぱ将来的にキャンプとか別に一緒に行けたら楽しいと思うけど、なかなかそういう機会は今回だから楽しみにしたんですけど、うん、ちょっと時期が迫ってきたので今回は友達と楽しく行こうかなと思いますけど。ああ、候補はおるの、
友達ですか、うん、友達、女の子だったら一緒に行ってくださるな、うん、その友達のとかは連れとかは友達のいかんさん、その友達で半分8割以上が6割以上6割強は多分聞くんですけど、でも、うんうん、そんな奥様でもよければとかで、また女の子でキャンプ好きな子いますけどね。まだからバスケット好き、キャンプ好き、バスケット好きか、うん、お酒好き、そのなるほど、その3、それが揃ってなかったから、それはでもどれか1個に貸すとかいいんじゃない。でまあ第1回目やからね、そうそうこれが緩い感じでいったらいいと思うね、うん、ただウィリアム・ナイト選手は来るよ。本当来ないよ何の嘘っつって嘘っつってじゃあお父さん言って、なんでそんな不利なんですかそれ。露骨に喜ぶやめてもらっていい、男性にショックやから何呼ぼうか、呼ばれへんけど、それ私ちょっと言いますけど、私はそれは個人的な、違う、そう、それはちょっと、それは語弊がある、あ、久々出た、語弊である、おっと、語弊である、語弊ですよ、うん、そう、ストイックなプロの選手やなと思って、うん、ナイト選手はすごいなと思って、うん、だってあの回はすごかったじゃないですか、やっぱバストラで初めてインタビューをしたでしょ、うん、ナイト選手に、まあ、反響的には愛ちゃんがすごかった、反響がすごかった、何の私の、一生懸命喋った、うん、通訳ぶりね、通訳ぶり、 あれかっこよかったよ愛ちゃん、ほんまにあれはよかったな、ったほんまに、はい、何か出ましたね、ポコッと、うん、言わなくって普通にちゃんも全力で喋ったけど、あれよかった、略して言って英語で言ったからね、うん、日本語でね、そうです、あれよかった、あいちゃんかっこよかった、そんなこと、やっぱそれはでも些細なとこですよ、あれはでもやっぱ私はミーハーなんかな、やっぱり、うん、まああいちゃんはミーハーやけどな、あれそう私の最近好きな人っていいですか、うん、今日6月何日25日でしょ、アイダスファンがもう炎上するよ、ね、誰が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 誰なことないですけど、私ですか、いや私ね、やっぱ男の人好きになるとき声が好きでね、このトマちゃんあ、まさかのむむむむどんどん母ちゃんよかったよ、聞いた、母ちゃん聞きました、もちろん、ええ声しとこやな、そう、渋い声好きですよね、おほんで、気になってる人は、え、気になって、え、そんな、違う、最近、自分の恋愛事情じゃなくてね、私はね、うん、一貫してこれだけは言える、胸を張って、うん、お中学時代くらいからすっごい好きな人がいるんです、おー、そう、初めて聞くね聞かして、これですか、うん、なんで好きになったかって、声が好きだったんです、誰か教えてっつって、でもね、あれ同じグループでね奥さんいるって知って、ほんまに中3後なんだけど、ほんま心から泣いたんです、やっぱショックやった、中3で相手の人に落ちたの、それが、うん、で CM でうわ声かっこいいって聞いたんですよ、とっとと言ってもらっていいですか、中3だいぶ前やしな、その頃からね、その下の名前もその人ばっかり好きになっちゃって、困ってるぐらい好きやったんですけどね早く言うてトモさんが、トモさんが今か頭かいてたやないか、今振ってるんですよ、早く どこまで待ったら、どっちか、いやもう待っとんです、つってが出るかなと思って、出ません、あれ無理くりやないか早く言ってあげて、おー、早く暴行破裂するからな、さっき、あ、まだトイレ行ってなかった、さっき行ってましたよね、はい、あれですよ、あ、メガネが、小畑圭介が大好き、サザン復活するらしいね、だから言おうかなって思った、うん、サザン復活するらしい、ね、復活するらしいよ、サザン興味ないんかい言ってた、だから今日の25日の話題で、うん、小畑圭介が好きやったって振ってんのよ、からそうなるでしょ、ほーんってなるでしょ、そうなんですよ、振ってない小畑圭介、どうですか、ライブ行くんですか、あーでもチケット取るの難しい、すっごい取れへんやろな、昔行きましたけどね、何回かね、うん、そうそう、じゃあ今日って例えばフリートークですか、うん、フリートークです、あ、でもじゃあ気づいたら聞いたことがない、トモさんとキッさんの好きな音楽とかを知りたいな、音楽ですか、そんな話する機会ないですよ、いつも基本、うんうんうん、
目標バスケによって沿った話とかも、ああそうですよね、面白いです、面白い、こういう振りいいよね、はい、はい、サザンで、はい、じゃあサザンで、サザンに限定、私洋箱いっぱいありますけど、あ、じゃあ、あと私、ね、好きな人あんま言いたくないです、ね、あんたの話ですか、もうまとめて、僕ら話しさせてもらっていいですか、え、ちょっとその前に、あ、まあ、その前にねそれはサザンの話聞くわ、サザンが好きですね、あとはね、うん、好きな人いっぱいいるけど、あとはね、あんまりね、多分日本で知られてないかもしれんけど、うんうん、すっごいすっごい好きな人がいるんです、おバンドで、おでもね、絶対聞いたら早く言うて違う、この前置きには意味がちゃんとあるの、あるんですね、なんかほんまやな、あると思う、トモさん厳しい、誕生日誕生日ごめんなさいごめんなさい、言い過ぎ、大人げなかった反省します、言いたげて、よし、じゃあキーさんの教えてください、あれそういきなりびっくりしたわ、ちょっと待って、今なんか言いかかってたんじゃないですか、私もサザンでバンドでした、びっくりするわ、いやそれはバンドよ、それはやっぱ秘めとこうと思って、もね、え最後に言います、気がでもそれはやっぱ好きな、ほんまに好きやったら言えない気がした、今ちょっと何ぶりっこした、うぜえな、うぜえなうぜえな、なんだよ、言っちゃいな、言っちゃいな、あ、今ですか、今言うんですか、今でしょ、あ、今でしょ恥ずかしいわ、恥ずかしいわ私ね、オフスプリングが好きなんで、僕も大好きですよ、へえ、オフスプって言っちゃってますからね、そうですよ、で、ね、僕らが岸さんに CD 貸して帰ってきてませんからね、うん、マジでマジで今ちょっと作りましたすいません、でもマジでオフスプは買い、あの貸してないですけど、ええ、グリーンデーは帰ってきてないです、そうかもしれない、もうこれ15年くらい前の話なんで、お前らはグリーンデーとか好きやったな、あ、嬉しいな、そのピークがお二人が好きで嬉しいです、ね、はい、大好き、私的に結構ついに言ってしまった感で言ったら結構お二人知ってて嬉しかったです、全然みんな知ってるんだから、なんだ、ゲバトミーベビー言ってくれへんの、言ってくれないの、いつか言いますなんだよいつか言いますって、なんやろ、もう愛ちゃん思んないな、今日の誕生日の会は私は美しく終わりたい、スプーンは美しく、美しいか、美しくないよ、激しいんじゃないの、ちょっと迷ったけど、俺あれ好きよ、あのスターリング、そうそうそう、何正式に何て言うの、スターリング、あ、じゃあサンですよ、サン、アットザサン、うん、スターリングでサン、もう一回もう一回もう一回、もういいもう、グッドプロナウンスでお願いします、もちろん、あ、だから、あの、私は酔っ払ったらもうですけど、今ちょっとね歌いそうになりました、ねね、歌い出しの変しましたね、今ね歌いたいんでしょ、違う、歌うなら Maybe 今ね、いつ歌うの、今でしょ、遅いもう遅いやん、じゃあもう一緒に言ったと思った、めっちゃ待ったわ、釣って忘れてるし今の釣って戻しましょう、よし、あっつ、誰が好き、聞いたってことは誰聞くんですか、ちょっと、今日の話題はね、そこ突っ込ましてよ、うん、なんでオフスプーなの、オフスプーじゃないけどねなんでオフスプーなの、そんないっしょ、あ、そうなの、うん、そんないっしょ、なんでなんで、そんな、なんでちょっとパンク系、うん、もうなんか関わることあるの、ね、大学3年生の時にね、うん、もう知ったんですよ、すごく、へ、それからすごく声が好きになって、すごくそれからハマりましたね、でも顔、うん、重くいんけど、ビジュアルもでもね、まあ、シーっていうのもね、すごい、ね、好きなんですよ、へ、私でもあんまりこれはね、でもシーっていうのは私人にあんまり言いたくな、自分の好きな人って人に言いたくないですか、内緒にしとこうとかなって私初めて言いました、人に、あ、でもね、愛ちゃん分かりますよ、愛ちゃんが、あ、こう好きだなっつうの、あのね、バレてました、あれを好きだっつった時に、何あれ、チリ、あ、違う、いや僕日本人のアーティストはほら狼の格好してプロモーションムービー作ってる、あ、知ってる、これ推しだな、出てこないね、あれを聞かせた時にすげえと
ほんでこうメロディーも すごいかっこいいねんけど、そ声が俺めっちゃ好きで、メロディーももちろん好きやけどね。でもアイタソはそ聞いた瞬間に、いやメロ俺と同じこと言って、メロディーもすごいかっこいいんですけど、この声がめちゃくちゃかっこいいですって言った時に、おーっ、そうあれだから名前、最近流行ったら出てこないね、名前が、分かります。ワンインダミッションみたいなね。そうなんですよね。そうそう、なんか白っぽい狼の着ぐるみみたいな、うん、ちょっとこれはちょっと古い話だけどね、うん、今はまた違うんやけど、その当時はそうやったよね。そうそう、1年ぐらい前やったかな。そうあれをちょっとこうこっちにちょっとかっこよくねって聞いた、覚えてる、ね、声が聞いてもらって、でそれがねほんまに俺が思ってる通りのこと言って、うん、こうメロディーは もちろんかっこいいねんけど、ね、これ2回目ですけどねそれで言ったよね。でも愛ちゃん覚えてる、高橋の前でねって覚えてます、これいいやろっつって、もうこれお前も聞けよっつって連発正しいでしょ、俺の使い方が正しいんですよ、って覚えてます。でもこうやってこういう話って意識しないとしないから面白いですね。うん、そうやね、この3人でするも初めて。そうやな、こそオフスプリングは絶対人に言わないんですよ。私絶対内緒にしときたい、だって自分が好きなものだからあんまり知られたくないから。あ、その気持ちはちょっと分かります。メジャーになってほしくないでしょ、実はかやっぱり、まあ、もともとメジャーやけど、そうそうだろうけど、やっぱなんか語れないっていうか、初めて言いました。あ、そうなんや。僕なんかはスノーボードとか縦乗り系のスポーツ好きやから、めっちゃいいじゃないですか。例えばはめっちゃ好き、パンクとか本当聞きながらやる、やったらテンションめっちゃ上がるんで、やっぱりグリーンデイとかもちろん、あ、もうすごい、それも嬉しい。ノー FX とか、あ、もうめっちゃ好き、ね、略して、もうめっちゃ好きですよ、めっちゃ好きですよ、本当。だから逆に愛ちゃんのが意外。うわ、俺もそうやね。ストリー系の、ストリート系のスポーツね、そのスケートボードやったり、うん、スノーボードでやったり、BMX でやったりとか、あ、もうそれ系がすごい好きです、ね、そういう系っていうのはやっぱりそういうパンクとかが結構、数年前、あ、でも数年前のサマーソニックいうのがあったら、その時にノー FX、うん、ノーダウトって私が好きなバンドの、うん、プラスオフスプリングだったけど、最後オフスプリングだったら泣きましたね、やっぱ初めてその時ライブで見たんですよ。いいな、テンション上がりすぎて失禁した泣くの分かる、なんか、でもね、なぜか俺失禁まで分かる失禁まで分かっちゃうよ、まあ、お失禁しちゃう。でもギリギリでかっこいい、うん、かっこよかった。でもなサマーソニックってあの自由席の中でね、ノー FX ぐらいから、まあ、2個後がオフスプリント分かってノー、ノーダウトも好きだったんですよね、うん、あの渡辺さんっていうあの岸さんが連れて行ってくださったバーあったでしょ、あの神戸駅の、うん、渡辺悦樹さんかな、渡月ね、渡月さん、すいません、うん、で、その方が昨日一昨日に、うん、私の私一番好きなバンドの3位ぐらいに入るノーダウトの曲を書いてはって、まあ、いいです。で、それがじゃそのサマソニカの FX ノーダウトでオフスプレー、もうその頃にはもうね、私も暑さともう疲れで限界やけど、もうなんとかこのポジを維持しようって、うん、ど真ん中、4、5列目にはとてもう、もう超こう面白い状態で、その中にねスッてね、あのボーカルが出てきた瞬間はもう美味しかったですよね。だからもうそこもう気づいてないけど失禁しとうよやっぱそうかな、焦っちゃうだよそれ、うん、いや、いつやろ気づいてなかった、常備場は常備場オッケーいいんだな、でもそれ最初常備場はっつってつって最初で最後で、ね、入りまではデータされる最後23、4かな、その頃は最初で最後唯一私ね恋人と行ったライブやったんですよ、うん、帰る頃にはどうでもよくなった相手が、うん、もうどうでもよく私はオフスポリングが そういうとこちゃうの、愛ちゃん、そうやろな、夏なとこ、いやだってかなんか帰りが混むから帰りたいとか言い出して、あ、何を言うとんだと、これはこれはパンクロッカーやね、愛ちゃんは。そ5列目にいながら、あと1曲でそろそろ終わるからアンコールやから、そろそろの聞いた瞬間に何電車こむし、うん、その瞬間にあんま覚えてないんですけど、その瞬間にちょっと あのちょっとギャップを感じましたね。アイタソファンチャンスそれはつって、それキサ7、8年前の話ですつって、あ、7、8年前か今は変わりました、ちゃんと私も成長しました、そんなこともない、あ、そういうことね、
あでも嬉しい、野茂さんもじゃあそのパン粉系が好きやったらじゃあ共通点ができましたね今回3人とも、うん、はい、意外とそういうのが好き。テンフィードとかは日本人、日本人です。あ、うん、ハイスターすごい知ってる。ハイスターとかテンフィードとか、じゃあ日本人で最近好きでちょっとせーのワンオクロック。あえー、俺知りません、全然知りません。あれですよ、森なんとか、うん、あの親が超有名な2人ですよね、ワンオクロックの。あそこまでは全然知らんけど、ね、森まさ子と森進一かなんかそんな、いや英語すごい、英語も含めて歌上手。いいよ、あのうまいこと歌っとるな、じゃあここでマルチメディアな岸ちゃん、キシパソがワンオクロックちょっと触りだけ皆さんにね、どんな感じか聞いてもらいましょうか。あれローマ字で入れたいですか。そうです、ワンでね、私ワンずっとワン OK オクロックって言ったらワンオクロックだそうです。OK でロック。ワン OK、うん。これごめん、俺のあの俺の。あでもさっきも出た、もう一回戻ってください。ワンオクロック。ちょっと待って、これはね俺のあれになってるわ。俺のライブラリーの中から探そうとしてるからこれダメ、ちょっと待ってよ、うん、どこで行ったら、これです。はい、もうすぐリスナーさんみんな出ますんでちょっと待ってくださいね。ワンオクロック検索中でございます。一番何が好きな、あワンオクロック、これ合ってる、あ違うと違うかもな。ワンオーケー、オーケーって大きい、そこロックじゃない、クロックか、これで、そうそう、オーケー、今これですね。はい、リスナーさんちょっと待ってください、出ました。この中のちょっとリスナーさんにこれ宣伝したいやつありますか。これ取材行くからね、バーニングじゃ、バーニング行きましょうか。よし、じゃあリスナーさんちょっと聞いてくださいね、うん、そんなもできるんだ、はい、それでは5、4、3、ラブサイケでいこうっていう人と、日本の男の人でいうとこの人とどっちかっていうから私好きですよね、すごい超聞きます。で、カラスっていう曲なんかは、はい、映画のクローズとかも使われてますね、はい、あ知ってる、カラスどこにあるんですか。あった、ありましたね、ちょっとだけ聞いてみましょうか。聞きましょう、うん、見たい。それすら君らにはわからない、トロトロく抱きしめて悲しさで体は真っ黒さ、この翼いつの日か黒よかしもへと変わっていって、仲間は悪魔そこまでし声を作り出すのはさ、お前らさ、いい曲ですね。マンデーウェイティングバーアバンティね、ちょっとこう FM っぽくなりましたけど ね、 いいじゃないですか。こういうの面白いですね、うん、初めて聞いたお互い好きな音楽、これって多分著作大丈夫ですよね。大丈夫、全然、うん、あダメ。でもこれプレビューで万人が聞けるんですよ。多分これ紹介してるし肯定的やから多分大丈夫です。これ否定したらあかんと思うけど多分大丈夫、うん、まあ文句があったら、うん、あの岸まで、うん、いや大丈夫だと思う、お問い合わせください。そんなつもりではございません、うん、
カラスいい曲でしたね、うん、へえ。あとはどうなんですか、最近でも全然、うん、へえ、そうなんや。でもまあハイスタ世代とかでしょ。うん、そうですね、ハイスタンダード、そうやね、うん、俺もそうやね。トモとアイちゃんって、まあ、俺の方が結構年上ですけど、音楽世代的にはそんなにめちゃくちゃ変わることはないんじゃないかなと思うし、何かの私の頃だったら、うん、10フィートなんかおすすめですよ。10フィート知らない、こういう系統が好きならば、うん、10フィートどうやって入力したいの。10フィート、12、はい、フィートで京都の人らなんですね。へえ。ちょっとさ、トモさんの10フィートっていうの、うん、絶対リスナーさん今もうちょっと、うん、早く聞かせてくれやつう人聞いてみましょうか、うん、これはちょっとおすすめの曲をちょっとそうです、ね、これ 長めにちょっと聞きたいな。いやーちょっとどれ行きましょう。いっぱいおすすめあるんですけどね。そうですね、この、はい、もう一個上、その向こうへとか、その向こうへ、はい、これちょっとトモさんおすすめの10フィート、うん。なるほど、これええやないか。でね、ちょっとラップ口調とかもめっちゃうまくて、うんうん、ああそんなもあんの。それちょっと聞かせよう、どれ行こう、ね、もうちょっとちょっと下降りていこうか。ハマーハマースカ、こんなも結構僕は大好き。ほんまスカっぽい感じね。これね、やっぱりね、僕ちょっと今聞きながら思ったんですけど、音楽の趣味が結構似通ってるっていうのは、はい、こうノリとか、ね、そのハッピーになるスイッチとかね、はいはい、そういうのがもしかしたら似てるかもしれないよ ね、 だからこの3人まあまあうまく行くのかもしれないね。そらここ考えるといろいろ性格も違うし、はい、いろんなこう違いってあると思うんだけど、やっぱりこう盛り上がるポイントとか、そうですね、そういうスイッチが同じところについてるかもしれないです ね、 そうですね。やっぱかっこいいと思う、ほんまに、うん。だから僕はまあバスケットの他にスノーボード大好きなんで、うん、こっち系の音楽は結構好きなんで、僕はちょっと英語が苦手っていうか、その歌詞の意味がわからんとちょっと嫌な部分があるので、うん、どっち、あのこういうパンクにしても日本人寄りにはなってしまうんですよ。でも言葉ね、かっこいい、ね、だから言葉、やっぱパンクは言葉、メッセージ性強い歌詞とか多いと思うんで、うん、まあ、それが日本語になるとまあ直接入ってきてる部分が多くなるので結構好きですよね。でも語力とかそういうとこいいですよね。あ、でも面白いですね、こういう音楽の話とか。面白い、愛ちゃんのね、切り口ね、よかった。音楽、ちょっとね、マニアックなところで言うと、マスラオコミッショナーっていう、もう解散したバンドなんですけど、それ日本の人ですか。これめっちゃおすすめ
もう一回ちょっと出してみる。これ iTunes 出てるの？出てると思います。第2メモしていいですか、ね、マスラオ、マスラオ、あカタカナコミッショナーっていう、はい、コミッショナーもカタカナだね、はい、コミッショナー、はい、これはぜひ僕大おすすめ。おーなるほど、マスラオコミッショナー、リスナーさん、はい、今ね検索したけど見つかりませんね。マスラオコミッショナー、カタカナで、私じゃあ LINE に読む、コミッショナー間違ったと思います。マスラオコミッショナーヒットしませんよ。あれ、ほんまですか。はい、それは日本の方なんですね。うん、ヒさんの一番好きなっていうか、いやよく聞く人って誰ですか、音楽をお仕事とかでなんか行き帰りとかするとき音楽を聴きますか。僕も言っていいんですか、うん、全然違いますよ。ここまでみんな同調してるね。マスラオの王が難しいようです。じゃあこのトモさんの後にヒさん振っていいですか。ウォーの方ですね。これラジオモのウォーですね。マスラオウォー入らない。これ間開かないです。間開かないね、はい、私これじゃあどうでしょう、なあ伸ばしますすいません細かくて、まあまあ、あ伸ばしてるじゃないか。ちょっと私これじゃあヒットしません。マジですか。これはねトモさんある意味すごいんです。トモさんこれ誰、まだみんな全然知らない。マジですか、はい、もう解散してますけどね。これね YouTube でいきましょう、はい、でちょっと待ってください。マスラウォコミッショナー、マジですか。これでもめっちゃ穴場ってことですか。穴場ってことですよ。え、トモさんそれ日本の方ら。日本の方です。バリバリいきますよ、はい、リーチどうですか。リーチ、ね、ランナー、ランナー、そうですね。ないかまだ他。いや多分いっぱいあると思うんですよ YouTube やったら。マスラオコミッショナー、まあでも、まず動画に行きますわ。そうですね、見たい見たい。ランナー、絆飛ぶ煙、でもまあこの辺は言う、まあ、うん、叫ばずに選んでいく、はい、メッセージなんか力強い、ね、いくよ。え、もう解散しはった。なんかもうちょっとね残念解散したんですけど、はい、ちょっと曲紹介お願いします。いやいや、あでもねちょっと、あちょっと戻る、追い風のがいい、追い風いく、はい、ちょっと紹介お願いします。マスラオコミッショナー追い風、おい FM 見たつって歌みたいな、これ、めっちゃかっこいいな。出だしからもうあるでしょ。ライブハウスで騒ぎたいね。出たい。俺、髪赤い時以来行ってないわ。大丈夫か。だいぶしたもん。ブルーハーツについてるよ。すごく見せたい。1曲流したけどこの辺で止めるちょっとね。うん、ちょっとこれいいよ。もうトモさんなんてね、僕とももう大概付き合い長いわけです、うん、じゃあ僕がどんなにカラオケどんな曲歌ってるか、どんなひどい暴れ方してるかっていうことを大体分かってるっつって、うん、もうひどいっつってもうキッサーひどいっつって、もうずっとずっとねもう大暴れしちゃうんですよ僕。いやでその大暴れするのはやっぱり曲の選曲が、ね、そうですね、悪いですよね、はいはい、だいたいこうやっぱんく系縦乗り系ねってことですよ。そう、うん、それ一番いいパターンでしょ。カラオケで周りは縦乗れるし、私はずっとついてきました。ただ岸さんでかいっつって、うん、暴れると、うん、幅取るっつって電気割るっつって大変だっつって
そんな中って今日、うん、俺の代わりにお前ちょっと謝ってこいってそう、まあね、僕本当にね、パンクとかメロコア大好きなんですよ、大好物、大好物なんですよ。すごい共通点、こういう共通点がね、あるんですね。初めて知りましたね。それは多分こういう話をしないと分かんなかったです。その話を切り出したのは誕生日のデレッテ、はい、よっしゃったー、デレッテってなるの、うっとうしいわ、うっとうしいわ。いやでもこういう話をするの大事やな、大事、そういうことが分かりました。そういう、あなたはそういうポジションにいるっていうことも分かっておいてください。僕らではできないですから、こんな、そう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 、こんなことはできないですよ。それはね、斬新な格好いいできないから、そうそう、あなたしかできない。それは今日のこれ、目が覗って言いたいけど、そうですか、嬉しいな。でも、でも最初から別にそんな分かってるんですよ、バスケのことは話せないと思ってるんですけど、うん、入っていいのかなとか思ってる。いやいや、もうどんどんいいんですよ、タイミングだけですよ。カットインのタイミングですよ、もう防ぎきれないですから、ディフェンスここ来るみたいな。そうですよね、だから空いた層に一番ちょっと僕ね、あれ聞いてない、こっからこっからちょっと、いやもう35やから今日から、ね、もう今日から大人の話してもいいかなって思って、子供相手の話じゃないから。いや、それは分かってます、一つ言っていいですか、まず言っていい、3日後やから、うん、まだ今日は誕生日ちゃいますね。だからもういいや、うん、岩田氏、岩田氏、岩田っつって、岩っちまったっつって、マイクやめろっつってメガネメガネいいですよ、どうぞ。キスだから聞きますよ、ズバリ聞きますよ、待ってくださいね、いいですよ、いいですか、待ってくださいね、はい、そのメガネ別にいらんっつって、ちょっと見たいので、うん、いや本当にね、僕聞きますよ、聞きづらいこと聞きますよ、大人の愛ちゃんやから聞きますよ、ちと大人の階段登った愛ちゃんに聞きますよ、いいですか。やっぱりね、僕はね、バストラは楽しいのが大事やと思うんですよ、うんうん、ところが、うん、愛ちゃんが最近出場してないと、うん、で僕たち2人、無口な2人がトークしても大しておもろいトークも出てこへんし、なんか真面目なバスケ情報、まあそれはね、だんだんと本筋ですよ、そこがあってのバスケトークラジオですから、うん、フリートークばっかりしてるわけじゃない、はいはいはい、本筋があって、そこから外れる話は面白い、はい、でもそればっかりやってたわけですよ、あなたはいない間、うん、もうね、クレーマーがすごいおいと、お前らどうなってんだと、特に地下拾ってかクレーマーがね、もっと面白くしろと、なんか腕落ちたな、うん、お前らのバスケのトークなんかどうでもいいんじゃんことになってきましてね、いや違うやと、もう一人スタメンがちょっと今ね欠場しとるからや、うん、なったんですけど、うん、一番俺たちのおもろい話っていうのが、ね、収録できてないんですよ、うん、だからリスナーさんには申し訳ないけど、今まで収録した中で最も面白い回があった、幻のでもそれはオフレコにしちゃったんですよ、そうですね、お蔵入りにしちゃったんですよ、はいはいはい、でそのお蔵入りの回を、うん、僕とトモさんとしてはね言いにくいんですけど、実はもう日本、いや世界、いや宇宙に配信したいなっつって思ってるわけですよ。その時のトモさんのトークたぶんや、もうめちゃめちゃ面白い。これをねリスナーさんに言った時点でもうみんな聞きたいっつってぜひとも聞きたいっつって思うはずなんですよ。その回をねぜひともちょっと配信させていただけないかな。ただね、それ3人あってのバストラ、うん、ね、愛ちゃんおってのあれだけ面白い話やから、これちょっと配信させてもらえないかなね、そういう話ですよ。めちゃくちゃ面白いトモの話が、そう、分かってます、めっちゃ分かってます、うん、めっちゃ、いや、うん、でも私告知で以上分かってます、うん、ただこの話をするのは初めてだっていうこともリスナーさんに分かってもらいたい。あ、なんやかんや言ってキスさんオフレコにしたよね、あれ。でもキスさんあれっつってあれっつって、もういつまでもつって配信はしないんですねっつってあんまり言わないよ、愛ちゃんは。あの時のオフレコあの時はもう勝手にお蔵入りになってるやんか。
あれをちょっとこうこの場でちょっと言いますけど、あれはちょっと無理ですか、やっぱり。いや大丈夫です。生まれきますけど。どうですか。ほんますか。ちょっと資料が欲しい。あの暴行の話なんですけど、あれオフレコにしちゃったんですよ。覚えてあります？暴行はオフレコに。暴行やっぱオフレコか。だからやっぱりね、本当に個人的になんか問い合わせくれた人だけにこっそり限定販売 ID パスワード入れてもらって配信みたいな。そうなんだけど、インタラクティブが活性化するみたいなね、さっきのね反省ミーティングですよ。もうだからまあ、うん、もうちょっと期間を置きましょうか。置きましょうか。なだからもう第100回記念とかね、うん、いや全然全然もう次ぐらいに。もうじゃあ、あれですよね、あのだからそのさっきの何さんでしたっけ、あの、うん、お花見の会の、うん、あれですよね。違う OB 会の後の話や。そう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 、交流戦の交流戦の話はお蔵入りになってんね、実は。交流戦の、うん、うん、あ、え、それってだからあのお花見の会じゃないですか、交流戦があった後の。え、OB 行くの会の後。違う違う、別々。あのお花見の会も実はオフレコになって、でもあれはもう話の内容が全然やからっていう話、うんうんうん、全然ちょっとあれやねんけどね。まあまあまあ、あのちょっとみんな酔っ払いすぎて、ほんで自己紹介で一周回って80分ぐらいで自己紹介でね、そっからのトークっていうのはもう取れてないわけ。取れてるけど、うん、もう遠大すぎて、そう自己紹介ってはしょられへん、やっぱり人がせっかく自己紹介してるのにさ、うん、え、それを交流戦っていうのは、だからその後、あ、だからまあこの後聞いてもらう、うん、そうやな。ほんでちょっと愛ちゃんどうかなっていうのをちょっと、それがね、とにかくバリ笑えるめちゃめちゃええトークになってる、うん、そのあのね、こう五角形のグラフあるじゃない、うん、あれで言うと笑いがプイーってなってるわ。うんうん、うん、もうすんごいおもろいトークになってて、うん、それをできたらもう配信したいなって。うん、もう全然、そう、私は全然、まあまあでも聞いてる、まあまあまあ聞いてる、ないと思うから、うん、一回ね、うん、まあまあ愛ちゃん酔っ払ってる。暴れ通り愛ちゃん、うん、大丈夫大丈夫それは。でもさ、こうやって愛ちゃん酔っ払って今日めちゃくちゃ飲んでるやんか、うん、今日愛ちゃん誕生日いうこともあって、うん、飲めーっつって、うん、つってみんなバッ飲んでってね。ほんで愛ちゃんのトークめっちゃ普通やな。だからあのバーンとこうバーンとアイタスファンとしてはね、俺も一アイタスファンとしてはね、こう戻ってきたぞ、ブイーンと戻ってきた、来るんかなと思ったら戻ってきたぞ、普通やね。いやもう外年戻ったのかなとか言って、そうです、ね、どうな、大人階段一歩登ったん、そう登ったかな、そうそう登ってないですよ全然。でも全然、いや全然これからもバスラ変わらないですよ全然。えメンツやな。でもこれね、リスナーさんに初めて公開しますけど、本当、うん、偶然できたこのレギュラースタッフなんですよ。だって一番最初の回なんてね、と、は、も、い、さんと愛さんが知り合いかどうかっていうのちょっと定かじゃない状態 で、ね、でもかすかに知ってるぐらい、それで始めたらすごいですよ。私はたまたまともさん知ってたし、うん、あトモさんやと思って入ったし、トモさんもそうやって入ってくれたからだけど、お互いに言ってなかったんですよね。そう、あ、そうなの。トモさんには多分アイタソーがレギュラースタッフですよって言ったけど、トモさんは全然あ、アイタソーは全然知らずにこう来たら、あら、なんかおるわ、トモさんおるわ、なんか初回の日って男前おるわつって正しいですよ、その使い方ね。初回に来て、あ、知ってる人がいる、あ、トモさんだつって、ってなって、あ、キさん、あれ、キさん、あ、トモさんも一緒にするんだってから始まるですね。つって、ね、つって急がだから、そうでしょ、そんな始まりでしたね。でもこれいい歯車があって。じゃあ私はだから お二人に関しては本当ありがたいなと思うところがあって、でもあとはそう、どじゃあその回をぜひ楽しみにして。はい。じゃあおすすめの曲で締めましょうか。締めましょうか。そこはやっぱ聞いたそのおすすめの曲で。いいですか、はい。ちょっと古いんですけど、僕ねここにちょっと見えてる曲がちょっと出てきたんですよ。ちょっと俺ねそれはちょっと見えました。ちなみにできました。僕ねですかカラオケに行くと必ず歌っちゃう曲があるんですよ。うん、あ、そか、この曲カラオケ、じゃあまた3人でカラオケに行きましょうね。行きましょうね。はい、行きましょうね。はい、あれ
結構すぐ入られた。行きましょう。じゃあ行きたいな。曲紹介 FM っぽくさせていただく、はい、これ YouTube に載ってるから、はい、これあのなんかあの不具合があるモンパチの方がいらっしゃったら僕まで連絡ください、はい、紹介します。モンゴル800小さな恋の知ってる知ってる。いい歌でも知ってるけど歌ってね。これねすぐ始まるかと思ったらねまずねあの宣伝が入るんですよね。あのオリジナルはやっぱ宣伝が入るんですよ。でもこれを配信してこそ、うん、そうだねライブか送ってもいいと思うんですよ。あ、そういうことね。数ある一つ青い地球の広い世界でかっこいい。だからこれ僕らというのは22歳の時だ、うん、これ聞きながらスノーボードしてます。おー いい曲だね。響き合ってく世界を変える。ほらあなたにとって大事な人ほどすぐそばにいる。ほらエンディングいきたいの。そうエンディングのアイドル考えてよ。エンディングトーク考えてよ。いける。ただ抱きしめる、ただ抱きしめる。ほら、あなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるの。ただあなたにだけ届いてほしい響け恋の歌。あ、しみる準備 OK？ 行くよ。もうすぐですよ。バスケットブラジオ閉めてよ。はい、今日は岸さん、ともさん、愛でお送りしました。私の誕生日が近いということで、岸さん、ともさん、あ、心から I love you, thank you. See you next week. Bye bye. バイバイ。バイバイっつって新しい斬新な会やった。 I love you.